遅いです。交流点はこのエリアの奥にあるはずですが、他にルートはないので。落ち着けですって、気負ってる。父は殺されたんです。気負って当然です。私の身が心配してくれだなんて。私、あなたは本当に幸せな人ですね。以前助けてもらったことは感謝ですが、友達ぶって妙な気を回さないでもらえますか。私の心の中で何を見聞きしたか知りませんけど。は？これだけ言いたいことが言える。何ですか、そのお花畑の理屈は。そんな甘ったるいこと。あ、まったく、あなたって人は呆れてものも。にゃーいよ、これは上城社長代行殿では。ご機嫌うるわしゅう。スエドさん、そこまで警戒する必要がありますかね。お互い知った顔じゃないですか。おや、あなた。この人から聞きました。新田さんに何をしたんですか。いや、少しばかりお手伝いしただけですよ。彼の望みを叶えるために、ひいてはそれが私の望みを叶えることにもなる。利害が一致していますし、彼との関係はすこぶる良好。答えになっていません。新田さんに一体何を。進化を促したとでも言っておきましょうか。彼は力を欲していました。それもとてつもなく強大な力を。ですが、今の肉体のままでは仮に力を手に入れることができたとしても限界がある。そこで彼にイーターとの同化を進めてみました。彼は勧めを受け入れ、イーターと同化し優れた能力を獲得した。イーターがデータを捕食して浄化、データを吸収して力を増大させることができるのです。その急激な力の増大の影響か、多少高揚状態にあるようですが。何、心配はありません。優子さん、あなたがイーターと同化した時のデータが役に立ちました。え、いや、
こっそりモニターしておいてよかった。あなたの時は完全に取り込まれてしまいましたが、その点はご安心を。しっかり調整して新田君の優位をバッチリ条件付けてあります。はて、あなたは何故何を起こるのですか。彼は彼の望み通りに進化しているのですよ。あなたは彼の望みを否定するのですか。限界と不可能が支配する現実世界のように。スノドウさん、あなたはリエさんの正体に気づいていたんですか。その上で協力を。彼女の精神が人間ではない何者かであることには気づいていました。ただそれがロードナイトモンというデジモンだったとまではさすがに知り得ませんでした。付け加えるとすれば、彼女の行為には私もほとほと困り果てているのです。彼女は人類だけでなく世界そのものを破滅に導こうとしています。これは私の望みとはかけ離れている。いや、もはや暴挙以外の何者でもない。私の夢はあくまで世界の進化であって破滅ではないのですから。そこでお二方に提案です。我々は最終的な目標こそ違えど、現段階での利害は一致しているはず。ここは一つお互い協力し合いませんか。協力？あなたね。彼女がデジタルウェーブの制御に使っているプログラムは、元を正せば私が組み上げたプログラム。ゆえに私ならば造作もなく停止させることが可能です。ですがロードナイトモンさんに襲われたら私などひとたまりもありません。そこで当座の目的達成までボディーガードを依頼したく。ここは彼と協力しましょう。少なくとも今すぐにでも世界を滅ぼそうとしているリエさんよりは話が通じる相手です。いや助かります。それでは早速。いざ参りましょうか。
やれやれよ。あれが交流点。待っていたぞ、人の子よ。ロードナイトモンの読み通りだな。長い間人の世界にいただけのことは我が輩はクレニアンモン、イグドラシルに絶対の忠義を誓うものだ。ここを通すわけにはいかん。リエさんはロードナイトモンはどこにいるんですか？答える必要はない。いや、ちょいと失礼。スエドウ?奴の策略に気づかず、人間を裏切っていたとは。事実とは少々異なる。それより、あなたのロードナイトモンさんと。イグドラシルの意志は、人間世界の破滅だ。なるほど。では何だと。私は人間を進化させたい。愚かしく惨めな存在からこれより生まれる。そうなればあなた方デジモンとも。どうです、他の種族の知的生命体としてこれ以上。理解できんな。そもそもどのような申し出であれ、それはイグドラシルの命に沿って。やれやれ。貴様は思考の停止、意志の欠如、まったく嘆かわしいか。己、イグドラシルへの忠義こそ誉れであり、我が魔僧クラウソラスにて妄言ごと。おや、怒る。ではあとは。え、私アランごとは極あ、ほら、いざ参る。
輩が破れるとは。我が輩の心には迷いと疑いがあった。あろうことかイグドラシルへの、そしてわずかなものではあったが、それが弱さとなったのだろう。いや、そういうことは先に言っておいてほしかったですね。たとえ弱さであったとしても、疑いの心を持つということは、そこにあなたの意志があった何よりの証拠ですから。それは紛れもない変化です。私はそれを肯定します。いくら引き、やはり理解でき。いや、消えてしまいましたか。悲しいですね。なんと儚いことか。しらじらしい言葉ですね。反論はしませんが、事実は事実。どうあれ、悲しいことは悲しいのですよ。さあ、これで供給は止まりました。エグザモンは、スエドーさん、あなたも。お父上の死は残念でなりません。彼が描いていたエデンの理想像は本当に素晴らしかった。ロードナイトモンの暴走を止められなかったことを私は今でも悔やんでいます。それに家族を失う悲しみは理解しているつもりです。ロードナイトモンは父の作ったエデンがデジタルワールドを蝕んだと、父やその子供たちにも罪があると言っていました。だから人間を滅ぼすのだと。本当にそうなんですか。あなたは真実を知って。おやめなさい。悲しい記憶を取り戻すのは新太君だけで十分です。しかし私の理想が叶えば、全ての人間が悲しみから解放されます。もちろん新太君も。私はこの世界から悲しみも、生まれてしまった悲しみも、悲しみを生み出す原因を、人間も世界も私がこの手で進化させてみせる。めちゃくちゃです。正気とは思えません。そんなことできるはずないのに。そうですね、できませんね。今はこれも悲しい事実の一つです。ではまたいずれ。悲しみをなくしたい、そんなこと不可能に決まっています。あまりに子供じみています。でも絵空ごとを言っているようには見えなかった。狂っているようにも。私には彼が理解できない。